お疲れ様、スラットです。今日はこちら高回転ボンバルーン日記やっていきます。さあ今日はですね、昔から存在するこちらバルーンやっていくんですけど、なんとこちらですね、はい、進化区が1枚ですね、はい、進化スケだけで、まあマルチジョイで使われてるデッキとなりますね。まあ、珍しいかな、まあ、今の時代クララも進化2枚が当たり前なので、まあ、このキングの旅路のね、レベルがまあ55に行くと、まあ、キングタワーレベルがね15解放されて、キングタワー15解放されると、まあ、進化もね2枚使えるように、なるという感じなので、まあ、結構進化が1枚しかね使えない方も多いんじゃないかなというわけでね、進化1枚でも参る、はい、バルーンデッキをやっていきます。まあ、進化1枚だとね、なんか今のクララは本当進化2枚だからこそ強いデッキとかも、まあ、いっぱいあるんで、まあ、何を進化させるとか結構まあ悩むとこもあると思うんですけど、まあ困ったらスケはね、はい、おすすめですね。まあホグとか、まあバルーンね、ディガー削りとか、まあ枯渇とか、まあ高回転系にトリマー使えますし、さすがにライトニングとかやめてな。まあ入れようと思えばね、まあゴーレムとかにも入れれますしね、まあロイジャイとかにもよく入ってるか。進化スケはトリマーは便利ですね。ほんと1コスで全てのデッキに入るんで。よいしょ。まあ、困ったら進化スケがおすすめではあるかな。まあ、今回の相手は、まあ、ゴブジャイボーリーか。まあ、対空割いたら、バルーン飛ばすとかでいいっすね。まあ、このバルーンデッキもね、結構立ち回りね、すごい人によって分かれます。1倍タイムからガンガン行く人もいれば、1倍はね、全く攻めずに、本当に、一生守るプレイヤーもいますね。本当に結構人によって変わってて。一生守って、まあ2倍タイム入ってから、アイゴレバルーン、ディガー、雪玉、飛ばして、まあ無理やりバルーン一発ねじ込んで逃げるみたいな。マジで結構人によって立ち回り無限なので。よいしょ。まあどちらもおすすめではあるか。はい。なんかまずいの。なんでこうなったんだ。ザッピーゴブジャイか。なんか珍しいな。まあ、ひとまず耐えましたよと。まあ、ボイドあったんでね。多分今回なんて対空ザッピーしかない。まあ、イテフェニックスとかか。まあ、なんで、もうバルーン飛ばしちゃいたいけどね。カウンターも怖いみたいな。まあ、守ってもいいな。ぶっちゃけ。ボンもだるいよ。いやーボイド強いって話なんですよ。これ本当にイカれてるぐらい強いんだよね。まあボンバルからのザッピーとかたまたま冴えてくんねえから。いやボンバーあるんだろうな。おマスケ残ってんでね。マジバルーンディがちょっと熱い。まあこの辺にザッピじゃない普通は。まあ雪適当に打って、まああとは回収っすね。一発入ったらまあラッキーだな。入っと。よいしょ。まあボイドなんで、アイゴレでケアぐらいしとくか。マスケ優秀？いやーいいね。ボムマスケで、正直何でも止まるかな。無理やり行って。いやー、タワーがね、打たなくていいな。バルーンの落下が入るだけでね、正直嬉しいかな。なんか延命できた。イケイケタイム来てるかも。さあ無理やりね、ねじ込むことだってボンブバルーンはできます。対空ザッピーしかいないんで、ここでもうバルーン飛ばしてグッドゲームですね。残ってるわ。まずい、まずい。君頑張りすぎ。まあでももうこれ強いっすね。もう公開でなんで、終盤もう最後の最後、もうアイゴルバルンディガータルババ雪玉みたいな、アイゴルバルンディガースケー雪玉みたいな、もうぶっぱしとけば基本的に相手苦しくなるんで、なんか1倍タイムガンイモして、まあ、2倍タイム仕掛けるっていう立ち回りもありではあるっすね。まあ最近はなんかそっちの方が多いな。なんか昔はね、もう1倍から
相手についてこさせないみたいなゴリゴリいくバルーン使いが多かったんですけど、結構スタイル分かれますね。うん、よいしょ。まあ今回ゴレか。まあこれ一旦守りたいっすね。守れるか分かんないけど、進化スケ早く回したいけど、うん、まあボムマスケがねライトニングで一緒に行かれなければ基本的には大丈夫なもんなんですよ。まあ行ってもいいし行かなくたってもいいか。ダガーガールか、なんか難しいなこの手札。もったいなくなっちまう。ケツゴレ、これ合わせていっちゃいたいかもな。このケツのさちょっとうざそう。どっちも、え待って、バルーン先行してる、やばい。いや、これ進化スケドリーム狙ってます。いやマジで、なんだろう、ダクネ、うーん、なんか微妙になっちゃった逆に。やば、終わった。いや耐えたい、せっかくなら。君が残れば。いやー許されるか415。いやーこれまあ飛ばしとこうかな。適当バルーン、まあ守りませんよと。いやー2700ね、まあ守りたいよね俺は。相手ライトニングとかあんのかな。これ進化スケ回しとこう。まあ、強すぎる。まあでもマスケも強すぎるっていう話なんですよね。普通にこれ止まんで意味わかんないもんな。隠れ壊れカードじゃね、マスケット重視。なんか他のまあ進化がね、まあ結局強いから許されてるけど、なんか火力もやばいし射程もやばいし、全てにおいてステータスだけで見るとねトップレベルだと思うんだよな、マスケット重視ね。まあ使われるデッキが今だともう 2.6 ホグとか、まあこのバルーンデッキぐらいしかないか。まあそれこそまあクロスとかも、まあ、進化アーチャーとか、まあ、一応マスケの代わりっていうとね、まあ、チャンピオンのアーチャークイーンだとかリトルプリンスだとか、まあ、マザネクや、まあ、フェニックスとかかな最近の。まあ、結構いるからなんか溶け込んではいるけど、なんかこいつが進化したらね、もう一強になってもおかしくないぐらい強い気もする。よいしょ、エリゴレやん、エリゴレマジで嫌だな。嫌すぎるがボムには勝てないっしょこのっていうね。左もうざいよ地味に。まあ雪打ったとてみたいなとこあるか。一発ゲお願いします。でけえ、エリゴレ何も考えてないや。間に合え、おーでけえさ、ボイド間に合ったんでもうこれでグッドゲームじゃね。対空ウィザードとダクネとかしかないんで、まあちょっとちょっかいかけて、まあアイスゴーレムで誘導してスキル使ったらタラババで回収とかでいいかもな。やばい、散歩しすぎじゃない、アイスゴーレム。まあアイスゴーレムの強みではありません、ね。まあペッカとか
まあ、言うのとか何でもね、こうやってお散歩できるんで、困ったら散歩しよう。もうたる雪で全部止まるっす。たる雪好きかな。はい、新加助の回転も早いのはいいね。終わらしに行こう。エリゴレはね、もうボコボコにしといてあげなきゃいけない。キング、キング、ドリーム、たまんないね。おい、強すぎ。進化すけな。たまに事故ってくれんでね。夢もあるんでね。まあ、そう考えたら本当便利なカードよ、すけ。困ったらこいつでいい。うん。すごい、本当にこのデッキがね、完成度が高いことが証明される。昔からずっとあんのが。メガナイトコカツみたいな、すごい優秀なデッキだったけどね、もう今じゃヘナチョコみたいなデッキもある中で、進化1枚でも輝けるデッキってすげえぞ今でもね。うん、まあラバか、これ言ってもいいんじゃね。当たる？当たってくれ。いや、でかい。2発。1、2。まあまずいんですけどね。いや、いい。なんか程よく守ったか。いや、相手ラバなんかな、ナイトガゴインドラね。いやいや、でもガゴ使ってんの、まあ、墓石か、まあ、バルーンディガーでディガー削りを本命っていうプランもある。うん、いやこれめっちゃいいぞ。うざいぞ。うわ、いいガゴ回しだな。一発。まあこういうめちゃめちゃ攻めるパターンもあるよねっていう話ね。めっちゃ攻めるパターン。勇気まで打ちます。無能インドラ降りる。てかファイザップかこれ、まずいね。待って、やばい。危な、怖っ。なんか珍しいラバじゃない。なんかすごいな、怖っ。まあ今みたいなね、なんか大型、なんかなんだろうな。相手によってはゴリゴリいっちゃうのもありますね。一枚守りまくってもいい。うん、どっちでもいいんだよな、立ち回りは。自由に選べます。同じ一機でも全く違うデッキになれます。いやー、ボイドかな。まあ、これ逆サイブルーン飛ばさないとね、対空来ちゃうんでちょっとまずいんですよね。待って、やばい。なんか
やばえ、すかしたぞ。最悪だ。やば。マジ何やってんっていう。テスラ。でもこのテスラさ、反応しなさそう、マスケ。ワンチャン逃げれないかな。ね。てか、バルーンにも反応しないんじゃない？いやー、端前ラバだな。許されたでけえ。なんか流れが良くなった。いやーこれ進化スク狙っていきます。要塞目指せ進化スクドリーム。強っ。ドリームってこんな簡単に決まったらもうドリームじゃねえんだよ。まあ俺一本なきゃいけないんで気合で一生攻めます。ラバとかガムシっす。おいしい。まあスケもいらねえだろこれで。あ、もっとダメージ通したかったらスケ追加してもよかったけど、これでもちょっとボイドね。守っちゃう未来も。ま？インタインタ、おい！熱っ。さあこのバルーンもきついですよ。え、なんでテスラあるの？ラバデッキにテスラあったぞ。どうなってる？いやでもなんかマスキゲーっすね。結局相手の呪文が。ファイボだろうがボイドだろうが、まあ、ライトニングだろうが結局マスケ1周目やられても2周目回っちゃうんだよね。なんだかんだ強いんだよなラバにも。うん、本当に勝てないのはね、なんかその施設トルネみたいなマジアチャトルネとかなんかそういうのはだるいですよね。いやこれマジ危ねえ。そのトルネでねキング起動嫌なんで、そこさえ引かなければもうだいぶ強いんでね。迫撃、まあ最近迫撃ムートスケドラ結構流行ってるんでね、まあ、それかな。それっすね。ギャングとボンバーかなテンプレは。まあマスケからのアイスゴーレムでもいいし別にボムでもよかった、何でもいい。まあ一旦耐えたのでかいか。いやこれ5個すバルーンちょっと夢見れないかな。マスケもきついぞ相手。でいこう。いや相手がね攻めで結構コスト使ったんで厳しいですよと。さあ1倍タイムでまあこんだけダメージ与えてあと逃げ切るみたいなパターンもさあありますよと。まあ耐えれるかな、ちょっと怖いけどね。こういうのもね一回タゲ取って落ち着きますか。まあマスケ行く必要もねえな。まあ、ボムでもよかったけどなこれ。一生適当に竹取ります。まあ負け筋は分かんねえけど、山とか竹取れるか。え、ボンバー入ってるわ。で守って余裕ができたらもうバルンディガーのなんか適当ね
樽でも雪でもまあ何でもいいか。バルーンバッグ入るだけ勝ちなんだね。さあゴリ押してまあ勝ちですよっていうね。いやマジ守り勝てんだよな。だ守ろうと思えば本気で何でも止まります。マスケボムがライトニングで一緒に処理されない限り。ユニット配置注意してボイドもケアできれば進化1枚とは思えないぐらいね安定すると思います。ブラスターね。まあブラスターとかちょっと安けどね、バルーンに対しては強いんで。まあレイジもなんかいいイメージないな。何これ、まあ、ゴブジェイかな。ボイドリーチとかだったらまずいな。これボイド打たれてからのゴブジェイはしまいみたいな、まあ、一旦守ってもいいなこういうのは。わかんないんでね、守りに関しては強いから。これからのゴブジェイとかもあるんでね。進化本進化親衛隊かな。なんかめんどくさそうなの引いたわ。こういうのはねカウンターでワンパンされちゃうかもしれないんで一旦耐えてもいいな。すげえな。位置悪すぎる。なんだろうねこれいやー取り間だるいことだけは確定してます。行ってもいい気もしなくはないっていう。いや強すぎん？ブラスターラムか。いやーまあまあラムって分かったらでかいか。ボイドとかもねえな今んとこ。ヤナムレイジだったな。熱い。マスケ最強だ。まあ進化ボンバーめんどいな。まあ行ってもいいですけどね、一回落ち着いてもいい。なぜなら相手はマスケもボムもきついから。イモルだけで俺の流れが来ます。はい、相手がねちょっとコスト使いすぎちゃってみたいなね未来があります。グッドゲームだね。お願いバルーン一発頼む。全然入らねえじゃねえか。もう無理やりいっていいな。もう終わろそう。終わんねえけど、まあ爆破入ってんだね。幸せだ。ボムで全回収。負け筋はこれが守れない男。
まあでも守るばっかもつまんないんでね、こういう状況でも攻めちゃうっていうのも良かったり。さあディガーねじ込んで湯気玉打って、まあこういうのにも勝ててしまいますよと。マジボムマスケゲーなんだよね。ボムマスケで全て止まります。タルイキも強いです。困ったら防衛ディガーもしてください。オーシャン、よいしょ。まあユーノの時点で結構ペッカが濃厚にはなるかな。ザップーペッカですね、こんにちは。え、メガ抜いてきたぞ。んなんだこれ、コウモリメガナイトオールブレイカーかもね。いやこれ防衛ディガー使いたいな。近畿なんてものもあるんですが、なんかまあ怖いな、言ってもいいけどな正直。ラムライダーもあんのかこれ、インドラ。いやすげえ許容だ。やべ、なんかラムユーのコウモリダクプリ、まあ、メガナイトラムっすね。なんか珍しいザップ、まあポイザップかな、よくあんな。これ8枚目があったら誘導でいきたいな。逃げて帰れるかな。まあチンパンすぎるが、それがメガナイトラム。いやでかい、メガナイトダークプリ言うのか。これ対空何なんだろうな。コウモリとインドラ出たっけ。出てないもん。でもライムサイトでかいな。ホームサイトさ、いや守りはもう適当に後からご許容します。やばめっちゃいいやん。何ぞ嘘みたいな、何ぞ嘘みたいなルート。えめっちゃカチカチやったやん。えやば今の何それ、グロボムタワー高めに置いたやん俺。何のために高めに置いたと思ってんの。今のマジやばいわ、今のやばいな、謎すぎではあった。天才的ルート強制来たぞ。美味しいこの謎ダックプリ。投げ取れてない、痛すぎる。最悪よ。
あの右サイド、あれあんな外回りすんだな。ね、ボイズアップだ。うわ、もったいな。あ、やばくね。結構内側に寄せてたんだよな。まあ、アンラッキーすぎん。今のはちょっともったいなかったかもね。マジか、近くぐらいで割ったな。いい防衛からのいい攻めをして。ふふふ。まあ意外とあるかんな、あの事故。ケアしたけどもダメだったかんな。惜しい。もうロイかペッカだな。おい、ロイか。これフェニックスとか咲いてくれたらもうバルーン飛ばして。GG みたいなとこある。咲かねえか。まあ対ロイは、まあめっちゃ攻めるよりは、守ってからの、基本的に相手の対空1枚しかないんで、いつでもダメージを多分稼げるんですよね。基本的に相手が対空2枚とか3枚とかあった場合は、結構ゴリゴリに行ってなんか、サイクル崩したり、狙うんですけど、対空相手が1枚しかないようなデッキの場合は、もう正直ガンイもして、最後にアイゴラバルンディガ雪玉しとけば止まんないんで、はい。最後にバルーンチンパン。それまではもうガンイも。と思ったら、ふふ。ラム。多くね。まだそんな強えのかこいつ。下方してくんねえかな。ボイド。なんか珍しいデッキ来たな。あんま見ないっすよね、こんなの。言うの。ふん、同じで人みたいなパターンあんのかな、これ。マジちょっと可能性ありそう。いやー、まあ対空基本リザードともう1枚はない。でも強すぎる。ボイドがやからか。やばい、今のダメージ。これでも行きたいな俺。上に上げます。いやー、これウィズ咲いてんすよね。ここちょっと熱い流れっすね。できるだけユニット残してアイゴラバルンディガーしたらもうグッドゲームだと思うんだよ。めっちゃケアしてる。一発もう一発。おい、でかすぎ。ペッカラムだったか。ナイス。耐えれればね。最後はゴリ押せますんで、できるだけ耐えたい。まあ、ディガーデッキのふりをしてね、対空いっぱい咲いたらバルーンも熱いです。いやー、高回転ドリルあるなー、ないと。マジアチだけマジ勘弁してほしいなー。え、なんかエムある。墓石ないとバルーンかの遅延スケラだったらマジでまずい。
ヤンキーすぎん？さっきこんなの当たってくね。2回目じゃね？同じ時期やね。出た出た出た、さっきもあったわ。インドラガゴのラバーディガーファイボザップか。うわ、墓石ガゴ、墓石インドラで守られちゃうのちょっとやだな。まあマスケちょっと強いんで、いかにマスケでコスパよく相手のユニット回収できるかだな。これファイボまで飛んできそうだけどな。インドラ、でかこの一発。これ内側に、いや、これにコストを使わせることに価値がある。いや、多分右なんだよな正解は。いや、コストを使わせることに価値がある。コストを使わせることに価値がある。ステイしとこう。やば。あぶんねー。リベンジさせないよー。あぶんの。なかなかバルーン通らないやないかいと。さあ、進化ね。1枚でも戦えますよと。ボムバルーンならね。というわけで、進化1枚おすすめね。ボムバルーンデッキ皆さんも使ってみてください。ちゃんと行こうかも。おっしゃっすよ。おっしゃっすよ。